こんにちは。立中流落書き部。はい。本日もやっていきましょう。はい。先週、手のね、表情を描きたいですというご質問いただいたんですけれども、別口なんですが、足についてリクエストをいただいておりますので、読ませていただきます。はい。こちらがですね、127のライアンウッドワーさんに立中さんがなりきるっていう。楽しかったですね。はい、楽しかったです。その回にいただいたリクエストです。手の描き方についてあったので、もし可能であれば足もやっていただきたいと思いまして、リクエストです。足首から下の足の指、足の裏、足の甲、どんなあたりをつけたらいいのかさっぱりです。ここに角度がついたらもうお手上げです。専門書やネット検索でも少ないという点において、個人的には手よりも難しいなと思っております。ということで、立中先生、どのように足を捉えて描いていらっしゃるか教えてください。はい。ありがとうございます。はい。いや、もう本当に難しいですよね。はい。難しいです。足は。で、先ほどですね、喫茶店でちょっと考えてきました。はい。はい。ありがとうございます。はい。まあまあ、最近の仕事で、ちゃんと靴を描かなきゃいけないっていうのがあって、で、今まで何やってたんだって話なんですけど、ちょっと復習してたんですよね。で、その足もちょっとやってて、そこで思ったところをちょっとシェアしていただけるとやっていきましょうって感じです。はい、お願いします。はい。立中流クイックスケッチ、本ありますけど、そこでは三角形でやってるんですよね。こう。で、足首ちょっと自由に動かしたいので、ちょっとこう、点で、ちょっと絞ってあげて、で、こうだったり。で、つま先上げるならこうだったり。で、コツとしては、ちょっとかかとをこう出し気味に書く、みたいなことを言ってました。衝撃でした。衝撃でした。かかとってそんなに出っ張ってない。そうそう。で、書きやすいんですよね。で、ハイヒール書くときは、こうやって上げれば、なんか、書けちゃうよ、みたいなことを。女性は大変だ。大変ですよね。本当大変ですよね。いいですもん。スニーカー履いてください。みたいな感じなんですけど。履きたい時があるんですよ。すいません。すいません。ほっといてください。はい。すいません。じゃあ、自由に。はい。自由に。皆さん。歩きにくい靴で歩きたいと思います。もう、やってくださいって感じですけど。で、ちょっとここでアップデートしてます。僕自身。で、ここでちょっと考えたいのが、親指側と、小指側で、ラインが変わる。はい。で、まず、どっちからいこうかな。小指側。ちょっと、簡単な方からいきます。小指側なんですけど、どうしようかな。合わせて、ちょっとここ、ちょっと点で絞っちゃいます。で、小指側なんですけど、こんな感じですかね。三角形って言いましたけどね。で、これがですね、ちょうどここの形が、なんで笑うんですか？包丁のような感じです。ここがね、こんなイメージで描いたらいいと思います。ほいで、ここの甲の4分の1ぐらいをちょっと上げると、足っぽくなるかなって感じです。手の時も甲のところは直線気味にっておっしゃってたから、やっぱりその甲の方はちょっとこう筋骨合ってるっていう感覚なんですかね。で、裏側はちょっと柔らかく。で、今度は、親指側。親指側はですね、今度はですね。で、つま先までの4分の1をちょっと上げるとこまでは一緒ですね。で、ここは、こうやりましょうか。スペードを半分に切ったような感じ。ですね。これで、この甲を4分の1で、ちょっと上げてあげる。これが多分、親指側の、ちょっとクイックスケッチ的な真横から見たとき、ね、そうですね。ちょっと上かな。まあまあ。ほいで、まあまあ三角形からちょっとアップデートしたような、多分。まあ、三角形は三角形なんですけど、そっからちょっと要素が2つほど増えたなって思っていただければいいかな。で、親指をちょっと、この4分の1と同じぐらいの大きさで、ちょっと当たりとして、こう入れておけば多分大丈夫かな。で、まあ4分の1でこうちょっと、あと4本こうあると。まあまあそんな感じですかね。これが、とりあえず、ベースになる形だと思ってください。はい。それで、まあいろんな足の表情をちょっと描いていくんですけど、どんどんいきましょう。ちょっとこう、ちょっと踏ん張ったような。で、上から、ですね、小指側で。で、ちょっとラッピングラインもいい前後しますけど、ラッピングラインも入れながら、で、ちょっと4分の1あたりで。で、かかと。くるぶし。感じで。親指側が、ちょっとインエッジに。親指。ちょっと雑。こんな感じで、ちょっと。たらどうすかね。みたいな。これで、これが、例えば、どんどんちっちゃくなっていきます。こう、こんな時ね。こっちは、包丁を書くでしょ？包丁を書いて、包丁も、ちょっと、つま先上げ気にならやっぱ、この、かかとの方はちょっとこっちにってくるでしょう。で、ラッピングライン。向こうに。これで、こっちですね。これ小指側のラインを取っているじゃないですか。で今度はこっち、足の裏見えてたとしましょう。こうやって、こっちに来て。足の裏見えてるってことは、アウトラインに見えるのは小指側なんですよね。ってことは、やっぱここでも、包丁の裏、シェイプを、ちょっと気にしてもらったら、割と、はまってくるんじゃないかなと思います。はいはい。逆に、こっち側に、足が向いたときは、やっぱこっちは親指側の。で、向こうに親指があるんで、ちょっとこっちは出っ張った方がいいのかな。ね、さっき考えたんで、こういうなんか、弱点というか、矛盾点はこう露呈するんですけど、まあ気にしないでください。そんな簡単じゃないですよね。はい。ね、こっち側に、こう、出たときは、やっぱ、親指側を出す。はいはい。裏を見せるだろうね。で、こっちは小指側を、こう、形として理解していけばいいのかなと思います。で、こっからっすよ。こっからなんですけど、ちょっと待ってください、その前に。だから、あれですよね。立中さんのさっきの親指と小指でちょっと輪郭の形の捉え方が変わってくるよっていうことは、その形が違うよっていうことも一つなんだけど、親指と小指があることによって足を立体として見て、立体として描くことができるようになるよっていう、その線の当たりの付け方の目安が今なんかこの前段のところでご説明いただいたことかななんて、はい、一旦まとめさせていただきました。はい、ありがとうございます。うん、ちょっとこっからが楽しくなっちゃったところなんで、なるほど。ちょっとはしゃいじゃってますけど。楽しいんですね。楽しいですね。これね、うん、さっき本当に喫茶店で、はい、あ、これいけんじゃね？Google マップでね、喫茶店って調べると、めちゃくちゃレトロな、場所しか出てこないからね。ドトールですね。ぶっちゃけ好きですけど、ドトールで。ドトールって喫茶店で出てくるかな？わかんないな。うん、カフェかもしれない。カフェですね。ドトールで。はい。このサイズのクロッキー帳を広げて、やってたんですけど。その辺の人の足元を見ながら。してたんですね。これで、なんかこう、はい、包丁のシェイプというか形を使って、スニーカーが描けちゃう。やったでしょ。でかかとなんですよね、でスニーカーにはソールというやつがあってかかと浮き気味じゃないですか、はい、それでやっぱつま先がこう開いて上がり気味なんですよね。ランニングシューズってこうやって足の4分の1を上げると。これでやるとですね、あら不思議って感じで。はい、スニーカーかけました。素晴らしい。これ真横もね、まあなんか、シーンとしてますけど、僕構わず行きます。ほいで、ソール書くでしょ？でしょ？で、ちょっと上げるでしょ？ほら、かけた。その言い方が面白いから割れちゃうけど、はい、なるほどね。そうですね。二次元的な包丁の形からベースに三次元を起こしていくっていうような感じですね。で、これが、親指側も、このスペードを半分に割ったような形から、こう、で、こう、ソールで、ここも変わんないですよね。この当たり的には。で、上げて、で、まあ、かかとのカップというかヒールカップ入れて。そしたら、ちゃんとこう、なんつうんですかね。親指側のこのスニーカーの様子がかけちゃうみたいな。はい。ちょっと土踏まずあるぞみたいな、ね。そう。それで、真横から見たところも、こうやって、で、上げて、で、ソール書いて、ここのカーブはね、ちょっとこう、あれにもよりますけど、種類にもよりますけど、ちょっときつすぎたな。こう。ねとかです。わかります。おっしゃってることは。私は、親指というか、親指じゃないな。ごめんなさい。親指にしても小指にしても、はい、先っちょを上げるっていう、そこの角をつけたことで、すごく手前と奥が認識しやすいっていうか、はい、自分が、当たりを取るときに、ここはとりあえず取っとこうっていう、ポイントが決まるっていうのがすごい気持ちいいなと思って、見てます。ですね。ハイヒールとか。ハイヒールはその三角のやつでもさっき取っちゃいましたけど、まあそれでこう包丁を書いてでもう超ピンヒールですけど。ジェスドロパーティーでもね、チョコさんとかエヴァさんの動画をとか静止画見ていただくと、この足の感じが。モデルさんからも見てもらえるかなっていうのですね。そうですね。こっちは、親指側は。確かにね、そこのところで、指と同じとこじゃないと思うんだけれども、足ってこう、はい、一番分厚いところでよく曲がりますよね。はい、そうですね。こんな感じで、これでも本当に親指側と小指側で、差もできるし、でちょっとこういうところでちょっと足っぽさも、あたりもつきやすくなるのでどうかなと思います。でまあ角度をちょっと変えて正面とかってもそれが小指側が多く見えてるんなら小指側に向けて包丁をちょっと取ってあげると。でね、ちょっとここガンってこうつけると、ここのつま先側をちょっと上げるのをちょっと抑えめにしてあげて、ちょっとカーブをつけてあげて、こっちはじゃあこっちにしようか。こっちばっかり言ってる。親指側で。で、ちょっとこの上がり具合をちょっと押さえてあげて。で、まあ、ソールは見えづらいですよね。上から見てるから。見てみよう。そう、足はね、結構見やすいですからね、皆さんも。そうですね。ご自分の足を見て。なんかこんな感じで、ちょっと足の甲側も。ちょっと角をこの辺丸めにすると、ちょっと立ち上がってくるかな。角度も、上来るかなと思います。はい。そんな感じで、ちょっと、当たりを取ってみてはどうかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい。で、ご質問いただいたとっこさんですね。はい。ありがとうございます。はい。またね、ご質問いただけましたら、その場で、立中先生が考えるという、即興芸も、陰で考えるっていう。披露いたしますので、ぜひぜひリクエストお待ちしております。それではまた来週、立中流でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。